エリコはパレスチナ東部のエリコ県の県と、2014年の人口は2万2千人。視界の北西部にある町。古代オリエントの中でも古い町で、紀元前8000年期には周囲を壁で囲った集落が出現した。世界最古の町と評されることもある。海抜マイナス258メートルと、世界で最も標高の低い町でもある。 エリコは、視界に注ぐヨルダン川川口から北西約 15km にあり、現在はヨルダン川西岸地区に含まれる。海抜マイナス 250m の低地にある。スルタンの泉と呼ばれるオアシスがあり、人々が住み着いた。エリコの名前は、旧約聖書にも繰り返し現れ、城の町として知られていた。エリコには、 異なる時代に形成された、いくつかの町があり、古代から、旧約聖書時代のテルエススルタン、紀元前後のトゥルール、アブエル・アラーアイク、現在の町があるテルハリに分かれる。テルエススルタンは、テルハリから 2km ほど離れたところにあり、トゥルール、アブエル・アラーアイクは、テルハリから西へ、約 2km のところにある。初期の町は小規模な定住集落で、 時代区分上は新石器時代にあたる。最古の町と評されることもあるが、後に現れるメソポタミア文明などの文明とは区別される。1868年からヨーロッパの考古学者によって何度か調査が行われ、1952年にイギリスのキャスリー・イン・ケニオンらが行った調査では、全八千年期のものと思われる周囲を掘り取りしの防壁で囲った。 集落跡が発掘された。日本の弥生時代の観光集落に似ているが、そうではなく、洪水を防ぐための防壁と解釈されている。テルエッスルタンのイオカ初期の痕跡は、テルエッスルタンにあり、紀元前約1万から9000年まで遡る。テルは丘を意味するアラビア語で、人間の長期にわたる営みの積み重ねによって形成されたものと考えられている。 丘の規模は、南北350メートル、東西150メートル、高さ2.5メートルである。紀元前9000年頃の痕跡ではまだ住居跡はまだ、現れないが、ナトゥフキの石器、国器や祭壇と思われる巨壇が現れた。ナトゥフキの次に、ケニオンが、ハシ新石器と呼んだ時代を経て、仙土器新石器、A と呼ばれる層からは、広さ約4ヘクタール。 高さ約4メートル、厚さ約2メートルの石の壁で囲まれた集落が形成された。この壁の一面には高さ8.5メートルの石の塔も建てられた。この塔はエリコの塔と呼ばれ、エジプトにジェセル王のピラミッドが建設されるまで世界一高い建造物であった。この町は全7370年頃に放棄され、 それまでとは異なる文化を持つ人々がエリコに定住した。先土期新石器 B と呼ばれる層は、全7220年頃から全5850年頃まで続く。これは、全5850年頃に放棄され、しばらく無人の町となった。前3300年頃には周壁を備えた都市が形成される。 全2300年頃に移民族の来襲によるものと思われる火災に遭い、しばらく空白期間となる。全1900年頃に再び町が建設され、町の領域は初期の壁の外にも拡大し、さらに外側により高い周壁が建設された。全1560年頃にヒクソスの侵入に遭い、大火災に見舞われて廃墟となった。旧約聖書の ヨシュワ記では、預言者ヨシュワが人々に命じて一斉に吹かせたラッパの音により、エリコの城壁が崩れ落ちたと伝えられている。史実に基づくものならば、この頃の話ではないかという推測もある。前1550年頃から、前1150年頃には、古代エジプトの圧迫を受けた。ヘレニズム時代から、新約聖書の時代になると、トゥルール、アブエル・アライクに。 町が形成された。1948年の第一次中東戦争中、エリコはトランスヨルダンが占拠した。同年アブドッラー一世は、エリコで、エリコ国民大会を開き、2000名を超える、パレスチナ人代表団が出席した。彼らは、陛下は全パレスチナの王であると宣言し、全アラブの団結への一歩として、 パレスチナとトランスヨルダンの統一を呼びかけた。1967年の第三次中東戦争により、エリコは他のヨルダン川西岸地区同様、イスラエルにより占領された。1994年、エリコはオスロ合意に伴うガザエリコ暫定自治合意に基づき、イスラエルからパレスチナ自治政府に移譲された最初の都市となった。エリコは、 ヨルダン渓谷におけるエリア英地区の離れ小島であり、周りは完全にイスラエル軍勢が敷かれているエリア C により囲まれている。この飛び地を4つのイスラエルのロードブロックが囲み、西岸のパレスチナ人のエリコへのアクセスを妨げている。2001年の第二インティファーダと自爆攻撃に応じて、イスラエル軍が再びエリコを占領した。死の大半を囲むように、 深さ2メートルの掘りが掘られ、パレスチナ人のエリコ市の内外への移動のコントロールが、軍により試みられた。2009年には、パレスチナ自治区議長ファイヤードと、アメリカ国際麻薬取締長次官補、ディビッド・ジョンソンが、大統領警護隊訓練センターをエリコに開いた。この910万ドルの訓練施設は、アメリカの資金により建てられた。パノラマ・オブ・ジェリコ。 ありがとうございます。